今回はマイク・タイソン19年ぶりの復帰試合で敗戦。日南でマイク・タイソンの復帰戦が教えてくれた再挑戦の価値です。まずは簡単に経歴です。マイク・タイソンは元ヘビー級世界王者として知られるボクシング界のレジェンドです。1966年にニューヨーク州ブルックリンで生まれ、少年時代から荒れた生活を送っていました。15歳でボクシングを始め、1986年には20歳で史上最年少ヘビー級王者となり、その圧倒的なパワーからアイアンマイクと呼ばれました。引退後は俳優や講演者としても活躍するなど、挑戦を続ける象徴的な存在です。そんな彼は58歳にして19年ぶりにリングに戻り、再びスポットライトを浴びました。そして彼の挑戦は年齢や過去の経歴に縛られる必要がないことを示しました。タイソンの姿は世界1億800万人の視聴者にどんな状況でも挑戦する価値があるという強いメッセージを届けました。その瞬間を目撃した人々は、年齢を理由に諦めていた自身の夢や目標を見つめ直すきっかけを得たのではないでしょうか。以下3つのポイントです。1、過去の栄光に縛られる必要はない。19年ぶりにリングに立ったタイソンは単に勝敗を求めていたのではありません。彼は再び挑戦する姿勢を見せることで人々に勇気を与えました。一度頂点に立った人間がその地位を失った後でも再び輝けることを証明しました。彼の挑戦は過去は現在の足かせにはならないということを強く物語っています。リング上での動きが鈍くなっていたとしても、その場に立つだけで多くの人の心を震わせたのです。 2. 成果は必ずしも勝敗で測れない。タイソンは試合に敗れましたが、その姿勢やパフォーマンスは史上最高のオスカー賞パフォーマンスと評されました。これは彼が試合を超えた存在感を示した証です。彼の敗北はむしろ議論を巻き起こし、多くの人々に真剣勝負の価値について考えさせるきっかけを与えました。勝敗だけが全てではないということを実感させたのです。さらに彼の復帰戦をきっかけに、 SNS 上では多くのファンが挑戦そのものの価値を称賛するコメントを投稿し、再挑戦の意義を再評価する声が広まりました。 3. 挑戦の影響力は計り知れない。タイソンの復帰戦がネットフリックスの株価を 2.8% も押し上げたことは、その挑戦が経済やビジネスにも波及効果を与えることを示しました。これは挑戦が個人だけでなく社会全体を動かす力を持つことを意味します。またこの試合は史上最もストリーミングされたスポーツイベントとして記録され、スポーツの枠を超えて文化現象となりました。挑戦が新たな価値を生むことの証拠です。さらにタイソンの復帰が多くの若者にインスピレーションを与え、年齢や過去に関係なく挑戦し続けようという新しい価値観を世に広めました。本日は以上となります。最後に教えてください。あなたももう遅いと思っていることに再挑戦してみませんか。挑戦することに年齢や経験の壁はありません。あなたの一歩があなた自身だけでなく周囲の人々にもポジティブな影響を与えるかもしれません。コメントで教えてください。